NHK 歌謡コンサート、NHK 歌謡コンサート、NHK 歌謡コンサートは、NHK テレビジョンで1993年4月17日から2016年3月15日まで23年間948回に、渡り放送された生の公開放送形式の音楽、番組、幕放送。通称歌、コン、歌コン。 2006年4月に新設された公式サイト、公式ブログにも使われていた。NHK 歌謡コンサートの第一回放送は1993年4月17日放送スタート。主にサラリーマンや中高年層を対象として制作された番組であったため、大半が演歌や歌謡曲で構成されるが、それ以外の分野の歌手が出演することもあった。また、 演歌、歌謡曲の歌手に関しても、演歌ファン以外に知名度があるとは言えない新人、若手歌手を顔見せの意味合いで積極的に出演させたり、テレビ出演が少ない歌手を出演させたほか、当日出演する歌手や曲にまつわる著名人をゲストに招くことがあったなど、マンネリ化を防ぐ試みは常になされた。放送回ごとにテーマを設定し、それに見合った曲や歌手、ゲストで構成された。 ただし、出演歌手が最新曲を披露する場合においてはこの限りではない。テーマによってはオープニングやエンディングで全出演歌手による歌唱が披露されることもあった。宮本隆二が司会に着いた頃に、火曜の夜は火曜コンサート。というキャッチコピーが設定さた。安倍渡が司会に着いた頃に、火曜8時は火曜曲。 というキャッチコピーが設定されたが、小田切線に司会が変わった際には、火曜の夜は名曲残昧。へと変更になった。これは、演歌、火曜会に長らく新スター歌手が対等してこないことに起因しており、番組の構成上、2000年代後半頃より、夏メロの要素が積極的に取り入れられたことからでも、伺い知れる。さらに高山哲也が司会についてからは、 あなたの心に名曲をに変更された。出演歌手は放送時間内に一曲を披露することが基本線とされたが、当該のテーマや歌手によっては二曲以上披露する場合もあった。その場合、一曲目に自身の過去のヒット曲、もしくは他の歌手の代表曲や名曲を、二曲目に自身の最新曲を披露することが基本的であった。 鳥は基本的に出演者の中で最も実績を収めてきた、いわゆる重鎮歌手が務め、自身の最新曲を披露する場合がほとんどであった。2015年1月20日の放送で900回を達成したが、NHK 全体の編成見直しにより、翌年3月15日の放送を最後に終了。最終回は NHK 大阪ホールから生放送で行われ、 過去の名場面や歌で構成、そして最後は、細川隆の、何は武士だよ人生はで締めくくられ、歌い終わると、ステージのキャノン砲から紙テープが発射されて、大断円となった。後継番組は、通称から名前を取っている、歌コン、歌コンではないで、放送時間も19時30分20時15分に、繰り上げられ、月1回程度は20時43分まで。 延長放送を行うこともある。なお、同番組は若者向け音楽番組として2007年4月7日から2016年4月3日まで放送されたミュージックジャパンと統合した総合音楽番組として予想いも新たに生まれ変わった。NHK ホールからの公開性放送を基本としたが公開収録をする場合も稀にあった。また、年に数回程度は 地方からの生放送を行うほか、2014年4月22日より、原則毎月第4週は、NHK 大阪ホール化の生放送を実施した。ちなみに、番組開始当初、1993年4月から1994年3月は、土曜20時20時45分に放送されており、NHK ホールからの公開収録であった。 1993年4月の番組開始当初からハイビジョン映像で制作された。2010年3月30日放送分からはアナログ放送及び NHK ワールドプレミアムにて 16Q レターボックス放送を開始した。放送中に重大な事件や事故が発生した時は途中で放送は中断されるが放送は収録の形でそのまま続けられ後日 改めて放送される、取って出し。2007年4月17日に発生した長崎、視聴者殺事件発生の際も、この措置が取られた。2012年6月19日放送予定分も、台風4号関連を中心に、NHK ニュース7を20時43分まで延長して放送した関係で、休止取ったが、公開放送そのものは取って出し収録として、予定通り行われ、 6月24日、日曜日の13時5分13時48分に収録放送された NHK ワールドプレミアムも同時刻。午後、昼間の時間帯で本番組が放送されるのはアナログデジタル両放送を並行していっていた時期に2005年12月までデジタル放送単独で再放送を行った時以来、約6年半ぶりとなる。 さらに2012年12月4日に第46回衆議院議員総選挙が公示された際、それに伴う NHK ニュース7放送延長を行ったことから、当日放送予定であった当番組は、翌週11日に、さらに11日放送予定分、当日に収録していた2012年最終放送は12月16日、日曜日に、それぞれ放送を順延した。 2011年3月15日と29日は、同年3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震、東日本大震災と、それに伴う報道体制、NHK ニュース7、クローズアップ現代の放送時間拡大の影響を受けて公開性放送そのものを中止した。地上デジタル放送、BS デジタル放送では5.1サラウンド放送を実施していた。 当初は NHK ホール以外からの公開放送では設備、機材の関係上5.1サラウンド放送を実施しないことがあり、この場合のデジタル放送は B モードステレオ放送となっていた。2008年9月9日の NHK 大阪ホールからの放送時以降、地方での公開放送でも5.1サラウンドを実施するようになってきていたが、 2010年8月31日放送分のパルテノン玉からの生放送では設備、機材の関係上5.1サラウンド放送は実施しなかった。なお5.1サラウンド放送は2013年9月24日放送分をもって終了。同年10月1日放送分以降はに CH ステレオ放送となった。ちなみに5.1サラウンド放送が実施されていた。 頃でも外からの中継では 2CH ステレオ音声となっていた。堺、坂井、東以外は NHK の曲穴が担当した。坂井と東が司会を任されたことで NHK の演歌、夏メロ系番組で NHK の曲穴以外の人物が司会を務めたのは花のステージ終了。1980年4月以来1年ぶりだったが、わずか2年で、 NHK の曲穴に交代してしまった。なお堺は第900回放送分にもゲスト出演し、番組では第1回当時の映像が放送された。東と小田切以外の歴代司会者は NHK 紅白歌合戦の司会を経験したほか、NHK の曲穴4人に関しては何らかの形で NHK の他の音楽バラエティ番組に関わったことがあった。 これまで日本番組では様々なコーナーが設定された。なお、正式名称のないものは、カッコカコで表示。もっと身近にもっと世界へ NHK80 のグランドフィナーレとして2005年3月22日の21時15分から21時58分 JST まで放送された。青木孝一、キムヨンジャ、島倉千代子、菅原つづ子、田畑芳夫。 天童よしみ、船村徹、中継で出演、ゆきさおり、安田翔子が、ラジオ放送から流れた名曲を熱唱した。時間は JST、関連商品に、CD 全集、NHK 歌謡コンサート熱唱。華麗なる株舞台が存在する。これは、放送15周年を機に、NHK サービスセンターから発売されたもので、 日本直販などの通信販売で販売された通販 CD である。番組内で主に歌われる曲が7枚組の CD にまとめられた。また、2代目の司会者である宮本がナレーターを務めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。